今回紹介するのは「地方創生大全という本です。生き残るための28の知恵日本一過激な請負い人が書いた日本一まっとうなガイドブック地方でまちづくり事業に関わったりさまざまな事例を見聞きしている立場のものですが現場で起きている悪しき慣習不思議な現象 そして閉塞感のようなものを実に明文化してくれているので読んでいて痛快ですぜひ地方創生の発注者である自治体担当者や予算をつけている官僚の方に読んでいただきたいですそもそも地方創生事業を採択するプロセスや指標評価がどうなのという議論はさておき本書を機に 地方創生に本気の人々が有機的に議論してそれぞれの地域での活動に生かすムーブメントになってほしいと思います。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。